森信彦は、日本の都市計画養成官、政治家。主に都市計画養成に従事、技術士。2014年から2018年まで、静岡県田形郡神奈美町町長,長、美しい伊豆創造センター会長を務めた。1969年、東京農業大学級農学部造園学科を卒業する。同年静岡県庁に入り県技術理員となる。 1996年より、静岡県夢未来局、国際園芸博準備室長を務めた。以降は、静岡県都市住宅部都市整備総室長を経て、財団法人静岡県総合管理公社に務めた。著書に、今、街を着る、アーバンデザイン行政の実践、ダウンタウンの挑戦、都市計画と、地方文献など。東京農業大学公有国会議員、同、 府、県会議員並びに、市、町、村長一覧表東京農業大学交友会、セリマンスリー、明日の地域と企業の情報誌、第54巻2号、2016年2月、ピアニッシモ2から5、ランドスケープ研究第67巻1号、社団法人日本造園学会、2003年8月、ピアニッシモ70から71、 特集座談会鉄道の連続立体交差事業と沿線地域のまちづくり都市計画第55巻1号2006年2月ピアニッシモ27から36伊原哲鉄時今街を着る楽しくてためになる現代の街へのガイドブックちのモード地域科学研究会東京1988年森信彦アーバンデザイン行政の実践 静岡県の都市景観形成プロジェクト三重大学附属図書館オープック2020年2月28日閲覧ありがとうございます